はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。メキシコペソエのテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、4時間足ボリンジャーバンド一問均衡表上昇トレンド進行中、ストーキャスティックス回収ナれが点灯ということで、はい、4時間足ベース、堅調な推移を予想しております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボりンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21本、移動平均線上昇しております。ロうソク足はといいますと、プラス2シグマラインとプラスシグマラインの間を推移ということで、はい、4時間足ボりンジャーバンド上昇トレンド進行中、4時間足、ストキャスティックスも買いシグナルが点灯しております。はい、4時間足、1目均衡表ですが、はい、こちらも形状から言うと、上昇トレンドの形状ということです。 はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。4時間足ボリンジャーバンドプラスシグマラインレベル、プラス、えー、とシグマラインレベル7.22レベル、7.22レベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。7.30レベル、7.30レベルと考えております。 はい、本日、ニューヨーク市場の予想レンジ7.22レベルから7.30レベルということです。ポイント、上昇トレンド進行中ということで、はい、4時間足ボニジャーバンド一目金公表、上昇トレンド進行中、4時間足ストキャスティックスも、買いシグナルが点灯ということで、はい、メキシコベソエンニューヨーク時間帯におきましては、顕著な推移を予想しております。本日は以上となります。